いつもの通りレカピトラツィオという復習というところをいたします。それで復習で一番大事なところは第三課をきちんと読んで、意味を知るということでございますので、その第三課のところをプリントの最初に繰り返し書いておきました。ですからこれを一度ご一緒に朗読するということをして、その朗読の後で、もう一度山川先生の訳に従って、訳を読みますが、とにかく一度一緒に読むということにいたしましょう。どうぞ大きな声で、最初からお互いに一緒に読むということにいたします。ペルメ、じゃあもう一度、最初だけ私一行目最初私読みますから一行目を繰り返して、ペルメシバネラチッタドレンテ、それじゃその調子でやりましょう。ペルメシバネラチッタドレンテ、ペルメシバネレテルノドローレ、ペルメシバトララペルドゥタジェンテ。大変結構です。元気よくですね、リズムに合わせて読む。ジュスティチア、モッシルミオアルトファトレ、フェチェミラディヴィナポテスタテ、la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne ed io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. それで訳はもう皆さんご存知の通りですが、一応字の通りに訳しますと、我を過ぎて、ペルメ、私を貫いて、私を過ぎて人は行く悲しみの町へ、町って言っても城のようなものですね、ポリスって言いますか、都市国家のような悲しみの町へ、で我を貫き、つまり入り口が歌ってるんですから、我を過ぎて人は行く永遠の悲しみに、我を過ぎて人は行く滅びた民に、滅びの民、失われた民のところへ、ということで、もう地獄が悲しみの町である。城で、チッタというのは城のようなものですから、悲しみの閉ざされた町へ、そして我を過ぎて人は行く永遠の悲しみ、それはもうただ一時悲しんでるんじゃなくて永遠の悲しみのところへ、そして我を過ぎて人は行く失われた民というので、救いを失っている民のところへ行くのだ。で、そしてその次、正義が我が最高の作り主を動かしたというので、なぜ最高の作り主神が、なぜ神が地獄を作ったかっていうと、正義のために神が作ったんだというので、地獄は義を守るためにあるのだという考えです。で、その最高の作り主ということを説明して、フェイチミラディビナポテスターテ、これ音が必要でしょうか、この涼しくするのは。ちょっともし脱いで我慢できるんだったら、お互いに脱いでこの雑音がない方がよろしいと思うんですが、そしてまた暑くなったらかけることにいたします。最高の権能のものが私を作った。最高の権能っていうのは結局作り主としての父なる神、それからラソンマサピエンザっていうのは最高の知恵が私を作った。最高の知恵っていうのはロゴスとしてのキリスト、恩子キリストのことであります。そしてイルプリモアモーレ、最も根本的な愛がというので、愛は聖霊でございますから、結局ここで父と子と聖霊の三位一体の神が私を作ったのだということで、地獄は神によって作られた。そして神は何のために作ったかというと、義のために、正義のために作ったのだ。そしてディナンツィアメノンフールコーゼクエアって、私の前に作られたものはなかった、ない、セノンエテルネエイオエテルノドゥーロ、そして永遠に続く、自分は永遠に続くものである。で、最後の言葉、
ラシアテオニスペランザボイケントラテというのは、字の通り訳しますとですね、一切の望みをここに捨ておいて、ここっていうのは入り口のところに捨ておいて、捨ておけ、あなた方ここに入らんとするものはということで、ここに入る人は、入るものは一切の望みをもうこのここに捨ておいて行かなければならないということですから、前回も詳しく申し上げましたけども、ここは非常に大事なことですから繰り返し申し上げますが、ダンテの詩的な定義では、詩のような定義では、地獄は望みを持って入れないところ、言い直してみますと地獄は絶望の負だということであります。ですから考えてみますと、これは大事なことで、もし私どもが日常の生活のどこかで絶望を感じることがあったら、いながらにしてそれは地獄にいることだということにもなります。そして非常に大事なことは、この地獄門は、前回も申し上げましたが、大地の下にあるんじゃなくて、大地をずっと歩いていって、寂しいところを歩いていくと、そこに地獄の門があるっていうんですから、地獄の門はこの世にあります。そしてその門を入っていくと、ダンテの時代の考えで地下に続く道があって、地下に地獄があるんですが、地獄はすでにこの世に始まっているということ、この世の中に入り口があるということを考えてみますと、どうしてもですね、私どもは現世に地獄があるんだということをダンテの詩から読み取ることができます。ですから私どもが望みを捨てたならば、これは自ら地獄に入っていくことになるんだということになります。ですから絶望に近い思いを持ったならば、それは言い直してみますと、自分で自分を地獄に落とすことなのだということになります。言い直してみますと、結局自分の心次第で地獄に入ってしまうことがあり得るということです。ですから別の言葉で言えば、また他人に絶望感を与えるというような態度があるとすると、それはそのまま他人を地獄に落とすことだと言ってもよろしいと思います。その意味において、希望を持つということは徳であるということ、これは前回もお書きいたしましたが、キリスト教の世界では非常に大事な徳として、冒徳と、こういうと日本語の発音で言うと、神様を汚すような言葉、冒徳っていうのと発音が同じになりますから非常に変な言葉に聞こえますけど、望みの徳というのがあって、これは、徳ですね。ですから自分で磨いていかなければならない。ですから皆様もご存知のケルケゴールは、絶望は罪であるかと言って問うているんですね。絶望したら罪なんだ、だって地獄に入るんです。しかも自分で絶望したんだったら、自分で自分を地獄に落とすことです。で、日本語でも生き地獄という言葉がございますので、地獄というものは日常のどこかに門を開いて絶望した人を飲もうとしているものだと、こう考えなければなりません。で、この頃は仏教の人もキリスト教の人も地獄っていうのを真面目に考えませんが、しかし地獄っていうのは、もし絶望の負だとしたならば、出口のない存在ですね。出口のない世界で、これは20世紀になってから出口なき世界っていうのがいろいろな学者たちによって言われております。で、もし死が本当に人間にとって全てが終わる時だとするならば、人間は生まれた時から出口なき世界に入っているんだということにもなりますし、それからもしこのゆりかごから墓場までっていうのが計画された福祉社会の一つの合言葉になっておりますが、しかしそれがある意味で法的な設備とか
技術的な設備によってこう何か用意された乗り物に乗せられて進むだけであって、主体性とかクリエイティビティとか創造性とか自分を本当に燃やすような愛とかというようなもののないような世界だとすると、それは作られた人形のようにして一生を送ってしまうということで、20世紀になってから我々は出口なき世界にいるのではないかというような言葉が語られることがございました。それは1940年代から50年代60年代までそういうことが盛んに言われておりました。そして70年以後、注目すべきことは地獄という言葉がいろいろな優れた芸術の中で復活してきているんです。例えば映画でもインフェルノという大の映画がございましたが、それに類したような大の映画がたくさんございます。映画でも劇でも演劇でも、それから文学でも。それは結局どういうことかっていうと、地獄に近いような生き地獄の状態を人々がしばしば経験するような世の中になった。原子爆弾の状況を一つ考えてもそうでしょうし、それから核武装で争うようなことになったら全く地獄になるのではないかというふうにして、地獄というその昔のイメージとは少し違うかもしれません。地下にあってこうそのなんか、ダンテが書いているようなものとはちょっと違うかもしれませんが、再び地獄が生きたテーマとして芸術の中でも書かれてくる。ですからムンクの叫びを見てですね、これは地獄の絵だとこういうふうなことを言う人がいます。そうすると批評家の中にも、学問的な批評でございます、その中に地獄という言葉が生きてきている。確かにムンクの叫びは絶望に陥った人の顔だと言ってもよろしいので、そういう意味ではですね、地獄が生きているということになります。ですからダンテのこの第三課っていうのは20世紀の後半になって本当に生き返ってきた歌だと言ってよろしいでしょう。私どももこれを読みますと、まず第一に本当に何らかの形で望みを持つっていうことを心がけなければ、つまり自分の中に望みの徳を育てるようにしなければ自分は地獄に陥るんだ。そればかりではない、人に意地悪をしたり嘆かわしい行為を見せつけて絶望感を与えるということがあったらば、人を地獄に陥れることになるんだと、こういうことになります。でその目でこの詩をもう一度読み返してみますと、前回も申し上げましたけど、もう一度読み返してみますと、ペルメっていうのは私を通してっていうんです。地獄の門が歌っているんですけれども、もしかしたらですね、私の非常な、非常っていうのは情けのないですね、冷酷な行為とか言葉っていうのがあって人を打ちのめすようなことがあったとするならば、それは私を通して人は永遠の地獄の方に行くのかもしれないということになりますから、この言葉はですね、私ども一人一人が間違え、まかり間違えば地獄の門になりうるということでもあります。そしてそれは人を地獄に陥れるんですから、自分自身が地獄になっているとこう言わなければならない。ですからこの詩の深い意味っていうのは、読み返せば読み返すほどですね、出てくる。そして場合によるとですね、一人でそれを夜読んだりします。そして自分のしたことを考えてみると、もしかすると自分のちょっとした考えのない考えによって人がつまずくことがあったのかもしれない、もしそういうことがあったら大変じゃないか、こう思わなければならない詩であります。